そしたら続いてスコアアタックで合体容疑を一度も使わずにクリアせよ。合体容疑を一度も使わずにクリアせよってことは、好きなキャラ選んじゃってくださいってことなので、好きなキャラを選びます。あと一人でもしようかな。ガーランしようかな。やっぱりね、オロチマルは強い。楽しませてちょうだい。いざ尋常に。合体奥義を使わずになので、新奥義は使っても大丈夫なんですけど、正直時間が惜しいというか、オロチマルの前での場合土行封印なのでちょっと長いんですよね。じゃなので、もう基本的に肉弾戦で戦っていきます。いざ尋常に始め。これ本当にキャンセルって強いっすよね。チャクラ消費 25% でキャンセルできるって破格ですからね。ラピッドキャンセルみたいな感じですよね、これ。でもできるキャラとできないキャラがいるんですよね。長寿とジローボとアンコぐらいはできるっていうのは分かったんですけど、あとひなたかな、まあ初代キャンセルがあるキャラですよね、ひなたは。連続して攻撃出せるんで簡単にあれできるんですけど、ガードが割れるので。しかも 25% なので変わり身からの反撃に十分間に合うんですよね、チャクラのゲージが。結構むちゃくちゃっちゃむちゃくちゃなパワーバランスしてますよね、このゲーム。いざ尋常に始め。そこだ。これ強いわ、本当にキャンセルできるのって強い。おお、すげえね。あのメンツか。合体奥義来るんじゃないん、これ。かっこいいけんな。受けてもいいかなとは思うんですけど。Thank you.
キャンセルってチャプターが続く限りできるんですよね。正直まあ敵がもちろん身代わりしますけど、代わり身しますけど、やろうと思えば永遠と攻撃できるんですよね。結局オロチマル無双なんですけど、動画的には大丈夫かな。これ任務成功ね。好きなモードを選んでね。よし、これで目星のはだいぶ終わらせたんじゃないんですかね。残るはランク A とランク S か。奥義 KO は裏でやるので今はしませんが、タイムアタック10分以内でクリアせよ。やりますか。10分以内。やっぱりオロチマルと言いたいところなんですが、オロチマルはさすがに面白くないでしょう。でもね、オロチマルが一番早いと思う。サコンかな。攻撃力マックスにしてあるので、このタレン脚をうまいこと当てれたら、結構すんなり終わります。なんか意外とサコンが早かったんですよね。隠しキャラを除いてサコンが一番早かった気がするので、サコンを選んだんですが、この兄さんは兄さんやったっけ。サコンをウコンか、ウコンを起こすっていうことがね、結構重要でもないですけど、こうスーパーアーマーつけれるので割り込んで攻撃ができるところが強みですね。今一人45秒ぐらいですか。いざ尋常に一本目始め。1人45秒で10人やったら450秒の8分ぐらいか。2本目始め。
でもね、オロチマルとかでやるとね、6分で終わるんですよ。5分台で終わるというとこあるんで。1人30秒とかで終わっちゃうんですよね、本当に。オロチマルとか使ったら。一番早かったのがジライヤかな。ジライヤが確か5分30秒とか。めちゃくちゃ早かったんですね。いざ尋常に2本目始め。やめやがって。あえてこう強キャラを避けてまあみんな強いんですけどね。長寿はねさすがに使いにくかったんですね。いろいろやってって思ったことは。長寿のスコアとかが難しかったのかな。繋がっても6コンボぐらいやったんで全然得点が伸びなかった覚えがあります。ジローボーは Y キャンセルがあって敵を浮かす技もあったんで結構コンボは稼いでたんですけど、長寿は単発というか4発ぐらいのしかなくて浮かせる技もあんまりなかったんでちょっと苦戦しました。5戦目で3分半ってことは10戦目で7分か。負けなければ大丈夫やとは思うんですけどちょっとヒヤヒヤしますね。これはまあ、基本多連脚を使っていく感じ。一番安定して速いのはキミマロかオロチマルだと思うんですけど、キミマロは通常コンボを2種類当てることができるので、オロチマルはラピッドキャンセルができるので、やっぱりキャンセルができてオロチマルは攻撃力もあるので強いですね。ザブザマ早かったな確か。甘い。首切り包丁を前 A で全開まで貯めるとガードを一発で割る最強の攻撃になるんですよね。まあ、それまで貯めることはないですけど、首切り包丁のガード削りがあまりにもでかいので相手ガードしててもガードもやってないんですよね。ガード割れるし首切り包丁の削りダメージでかいし、ザブザはクナイとかがない代わりにかなり強いですね。近距離戦ではかなり強いですね。カンクロのタイムアタックはかなり苦労しました。カンクロ威力がないんですよね。
でコンボつなげようと思ってもカラスの操作がかなり難しいので、こう思った通りに動いてくれないっていうことが多くて、で B の連弾も4連弾ぐらいしかなくって、でパワーもないんですよ。あんまり強いキャラではないですね。モンゴと活路を見出してやればしっかり強いとは思うんですけど、ちょっとこう使えるまでに時間がかかるキャラですね。ガイ先生は強かったね。いざ尋常に1本目始め。9問を回した後に、まあ、9問回することで攻撃力上がるんですよね。リーも同じなんですけど、攻撃力が 1.5 倍ぐらいになってかなり強くなるので、嘘やちょっと待った。今ウコンを起こしてるところなんですけど、起こしてる状態なんですけど、扇ガードできるのに知らんかった。確実に青春の熱き方を食らってもうたって思ってもうたのに。大丈夫だ、強いな。サコン普通に扇ガードできるんや。今6分37秒か。ピーコラうるせえよてめえ。負ける気がしねえ。いざ尋常に1本目始め。負けそう、やばい。体が割れない。それはずるいって、それはずるいって。いざ尋常に2本目始め。する攻撃が強い。よっしゃー、ギリギリ。あぶねー。8分か。やっぱり多連客を多用する方がいいのかな。よし、これ勝てるぞ。多分勝てるぞ。かわいい。
奥義でぶっ放したかったのにな。よっしゃ、8分57秒、結構ギリギリ、危なかった。任務成功ね。好きなモードを選んでね。よかった、いけた。タイムアタック、スコアアタック30万点はこれも作業なので、どれやろうかな。最強のライバルか。これもおそらくダイジェスト版でお送りすると思いますので、後回しにして、4人対戦外かやってみましょう。これサスケ編で大苦戦したんですよね。さて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 、見てみたいな。容赦ない容赦ない容赦ない、ちょっと待って、容赦ない、知っとったけど容赦ない。八門トンコ開ける間もないけど、開けた方が良さそうやね。とりあえず最初テンテンかな。よし。よし、これいけそうな。うわ、いてえ。よっしゃ、いった、やったぜ。さすがガイ先生、戦いやすかった。スルモードサバイバルで6連勝せよ。さっき5連勝やったのにね。今すぐに挑戦する？後にするのは任務に挑戦するときは一生。一生ってそんなに難しいかな。うまいわ、後でやろう。おお、いいね。ここめっちゃ苦戦したのにね、こっち簡単やった。2回でいけた。じゃあ S ランクやってみますか。1回、バトルロイヤルに勝利せよか。バトルロイヤルってことは3対1じゃなくって1対1対1対1ですよね。これはランダムっぽいっすけど。ちょっと待って、いきなり違う方向見た。これでも違う方向向くんで、結構戦いやすいっちゃ戦いやすいんじゃないですか。しかも豪華球で巻き込めるかなって思ったら、そうでもなかったな。やばい。これいけそうやね。3対1よりかはかなり楽。でもなんでネジとハクと気にもらないの。1本目甘い、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 
いいよいいよ。こっちに向かないっていうのはかなり楽ですね。あ、こうなったらやばい、こうなったらやばい。ちょっと待って、逃げれ逃げれ逃げれ。ちょっと眺めよう、ちょっと眺めてタイマンに持ち込もう。卑怯やけどさ、時間も無制限やし。こうよ、バトルロイヤルっていうところを生かそう。下手に突っ込んで巻き込まれるかまし。うわマジか。安全にって負けるとは思わんかった。正直サスケ状態にの使い方はあまりよく知らないんで、たまりに5学級打つのもありかなと思ったんですけど。壁際にいる敵に対して後ろ B は使えないんで、うっそやー、ネジが強い、すげえネジ強い。ネジの Y キャンセル、あれノーモーションなんや。いざ尋常に。一本目はい。始め。はい。ちょっと待って。うっそやー。やり直したい。すげえやり直したい。わからねえわ。みんな好き勝手ドンタンサーブしょんね。勝負あり。勝者。これ思ったよりもしんどいな。なんでやろう。サスケ状態にを使いこなせてないからかな。ネジって強キャラやね、やっぱり。チャクラコントロールができるからね。うーっそやー、また発揮60食らったし。本気で狙ってくるんやね、こいつら。あれ、ネジやられてる。あー、流れ弾だった。勝者。なぜネジが勝つことになっとんや、これは。どういうことや。どういう原理でネジが勝つことになっとんや。そこが気になる。Thank you.
これ俺だろ。やっぱり、やっぱり立ち位置的にそんな気がしたもん。最悪。なんでやろ、なんで勝てんのやろ。バトルロイヤルやのに。最初にネジを狙うからダメなんかな。ハクを狙ってみよう。ハク終わった。あ、もしかして。あ、終わった。あいえー、挟まれたら怖い。ちまちま行きたい。めっちゃちまちま行きたい。めっちゃちまちま行きたい。特にネジはめっちゃちまちま行きたい。これセコイズ、超セコイズ言っとくけど。よっしゃー、せこかったけど勝ったぜ。途中5火球しか打ってらんかったけどね。やった、勝った。勝てばいいんですよ、勝てば。せこくても勝てばいいんですよ。スリーマンするモードで25万点以上でクリアせよか。これもそうですね、あんこ使って作業なので裏でやっときます。よし、じゃあ今回はこんな感じで、時間もいい感じなのでここで一旦終わりにしたいと思います。そしたら次回はダイジェスト版かな、最強のライバルのダイジェスト版をお送りできたらなぁと思います。あとこの得点とかスコアアタック、スコアアタックとスリーマンセルの得点と奥義 KO の30回とかは裏でちょこちょこっとやっておきます。はい、ではでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったら続きも見てください。ペンギンでした。